どうもエルカブキのエルウダです。はい、どうもデロニアンシュです。ということでね、はい、このチャンネルはですね、毎日その日にあったネットニュースを1分間G ネタ漫才でお届けしまして、週に1回30分程度、その週こんなことあったなみたいなことをトークしていく、そんなチャンネルになっております。はい、ということでですね、まあ今週はやっぱりね、これみんな絶対取り逃がしてるんで、はい、絶対僕がここでお届けするんですけど、なんですか、あの高坂みゆきさんと清水圭さんが離婚していたということで夫婦じゃないんですよ、笑い事じゃないんですよ。あなた、いや、ごめんなさい、ちょっと待って、人の家庭が崩壊してるんですよいやいや、違う違う、ある意味二人は自由を手に入れたってこと。いや、わかんないですけど、自由戦士ですよ、これは。ただまあ、一つ言っておきたいのが、はい、清水圭さんは、2022年に芸能界引退の方を表明されていますので、はい、まあ、現状一般人ということになってますんで、はい、これ以上はもうノー、まあ、ノールックで、まあまあ、まあそうだね、はい、本当こういうのを記事にしてるとこあったらダメだよね、一般人サンスポですサンスポさんはちょっとね、考えた方がいいと思うな。ダメですね、ダメですね、サンスポさんはもう。まあ言えることは一つぐらいかな、もう未だにアンビリバボーだということになっております。あ、もう話題にこと書かないですね。あの圭秀っていうね、清水圭さんと泉秀さんの漫才コンビで、はい、すごくこうワーキャーで人気があって、どっちも大学なんかインテリ漫才師でかっこいい兄ちゃんの走りみたいな、うん、はい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 、で吉本がこういろいろ間違ってるかもしれないんで、芸能史詳しい人コメントで訂正してください、はい、で、ダウンタウンさんとかもう周りが結構強い中、うん、圭秀もすごい人気が出てきたんだけど、うん、なんか俺が見た番組でしんすけさんが、うん、お前ら早めになんとかせなあかんでっていう、なんかその、あの確信をつくことしかしないじゃないですか、しんすけさんってあのカメラの前で確信をつく人じゃないですか、はいはいはい、いや、そういう見方しないなそういう見方しないな。なので、はい、それが非常にですね、はい、ここ去年ぐらい見たやつで記憶に残ってます昔の映像を見たんですけどね。なるほどね、ということになっております。はい、そしてこちらですね、うん、母の日恒例女相撲に大歓声、うん、北海道福島町で4年ぶりに、女相撲が復活したというニュースなんですけど、なんか北海道あるな、そういえば聞いたことあるな。俺はちょっと、北海道のものなんだってこともちょっと知らなかったんだけど、なんかあったあった、なんか向こうのニュースで俺見てたな、うん、見たことあるな。そうですか、1回か、うん、これ共同通信さんのニュースなので、はい、まあ、結構信憑性高いのではないかと思いますがいやいやいや、特にバイアスはかかってないのではないかと思うので読みますが、まあね、はい、千代の山、千代の富士の二横綱を生んだ北海道福島町、はい、大相撲 の, め、あの二人の横綱を生んでるという町なんだね、はい、で14日母の日恒例、はい、女だけの相撲大会が開かれた、はい、ね、水泳大会は聞いたことあるんですけど ね, ねえ、これ女だらけじゃないところが、女だけっていうのがね、女だらけだったらね、回しだらけの回しだらけのポロリもね、ポロリもあるかもしれないなんとですね、今年で29回目ということで、うん、母ちゃん頑張れと大きな歓声が飛ぶ中、いや本当に母ちゃんなのかな、うん、まあまあママもあるだろうし、娘さんとかがですかね、母ちゃんって、なんかそれちょっと俺北海道に対してのバイアスかと思ったら、田舎バイアスかけてませんか今回共同通信さんのこれバフなのかデバフなのか分かんないけど、どっちですかね、はい、ちょっと共同さん大丈夫ですかね、白鵬、はい、白、ゲロを吐く、うん、大砲の方で白鵬、お千代大衆ですかね、大酒と書いて千代大衆など、はいはい、個性豊かなしこ名の力士59人が激闘した。あ、なるほどね、約1700、西口さんのような感じ確かに西口プロレスみたいなみたいな感じありますね。約1700人の観客はしこ名の書かれたうちわを振ったり、出場者のイラスト入り T シャツを着たりして応援。おお、はいはい、優しい寄り倒し、回って回って上手投げなどのユニークな決まり手で決着するたび満席の会場は熱狂の渦に包まれた。はい、決勝では黒太郎丸こと、うん、秋田県の運送業加藤久美子さんが、うん、綾瀬丸こと北海道の水産加工業山内綾瀬さんを引き落としで破り、初優勝を飾ったということで、うん、そうですね、部屋の名前がなんかそこら辺の企業名みたいな、うん、そうなんですよ、うん、いいですね、完全なブレーキングダウンですよこれはね、ということでございま す, いいです、ね、ブレイキングダウンってさ、はい、申し込みサイトのエントリーフォームってどうなってるかっていうとさ、はい、名前、年齢、前科歴とかあ、一応そこあるんだね、うん、反射断りみたいなこともある、それ用の、うん、違うよ、反射受け入れ体制、受け入れ体制まあ書かないもんな、反射こそ、いや前科歴だから大体わかんじゃないの、あね、いや今だから YouTube 開くたんびにさ、すげえ CM 流れてるんだよ、うん、ブレイキングダウンの、ブレイキングダウンのすっげえ流れてくる、あ、
そうなんだ。まあ見てるあれによってだからちょっとあれなのか、まあ、俺は見たことないけどね。そう、ブレイキングダウン8、うん、すごい出る。あのあれだもんね、トレンドも入ってるしね、ハッシュタグで。そう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 、ね、まああのあもしかしたら今日とか来週なのか、今日やるのかな、ちょっと分かんないですけど、はい、ということで、うん、まあ昨日ね一応ライブ終わりで、うん、まあ、ザ・セカンドは一応見たんですけど、見ました？結成16年以上の漫才大会。いや俺は見れなかった。TVerで全部配信してますので、なるほど、ね、そっちに見たのね。俺見れんかったわ。見ることはできるんですが、はいはいはい、セカンドの、うん、まあ見た感想っていうか、まあそれは引きはあると思うんで一応喋りますと、うん、やっぱりなんか結構何やっても OK な大会になってますね。あ、本当。なので L 歌舞伎これいけんじゃないかっていう書き込みはエゴサでもすでに何件か見てます。あ、ありました。 L 歌舞伎優勝するんじゃないかみたいな、はいはいはい、感じの見てて、うん、っていうのが、うん、決勝の決勝が、うん、あのギャロップさん対マシンガンズさんだったのよ。すごいね。ですごいね、ネタを3本やるのね、決勝の決勝までいくと、うん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 、で3本目で、うん、マシンガンズさん出てきて何を言ったかっていうと、うん、もうネタねえと、はあ、でネタがないっていうのと、うん、あとその直前までの松本さんの絡みとかをすげえいじって、うん、つかみ結構やるのよ、その毎ネタ、うん、もうその日のことをやるの平場の、はいはいはい、ですげえでもやっぱ上手いからウケるわけ、はい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 、で普通に西森さんとかもアドリブやって噛んだりして、うん、まあまあまあ今ちょっとふわふわしてたけどねとか言って、でもなんか決勝の決勝でそんなのみんな見たことないから、うん、すげえウケんのよ。ああなるほどね。その作品展だったわけじゃん今まで、はいはい、それが全部振りになってんの、人間を見るみたいになってるわけだな、うん、ちょっとてか初めて営業見に行ったら意外と楽しかったみたいなあそこだけイオンモール、うん、本人が言ってた、今日イオンじゃねえんだぞと。あ、言ってたそうで滝沢さんがおら、まあ、俺マシンガンズさんってあんまりライブも実はこうユニットで一緒にずっとやってたんだけど俺あんまり知らなかったなと思うのが、うん、タッキーの方が結構やべえのよ。あ、タッキーがデロリアン林みたいな感じ。タッキーっていう、俺が西森さんみたいな感じ。西森さんがダミ声ボイスで、うん、毒舌みたいな、うんうん、そのちょっとユンボ安藤さん的、あ、ビートたけしさん的なそのところがあるじゃないで、はい、L 歌舞伎で言えば、まあ、L 歌舞伎してる人は聞いてるから聞くけども、うん、L 上田の方がそう思われがちだけど、はいはい、マジでもうアドリブでかかっちゃって言っちゃいけないこと言いそうになるのがタッキーで、うん、西森さんが、うん、どう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 って言ってやるわけ、はい、でタッキーがまあな俺らまあいるよ捕まったやつ俺らの事務所にもって言うと、うん、西森さんがどうぞどうぞ名前出す名前出すお前前みたいな、はいはいはい、放送してるぞみたいな、はいはいはい、多分アドリブ、なるほど、ね、でそれでもね1分ぐらい使ってでネタやるんだけどやっぱ落ちてるなと思ったらすぐ拾っちゃうんだもんねそうそう、だけど、はい、それって M1 の予選も俺見に行った時マシンガンズさん見たことあるから、うん、やってはなかったね昔は。うん、今はまあ自分たちのスタイルで勝ち上がったらやってて、うん、で決勝で結局何やってたかって言ったら決勝の決勝で、うん、俺ら決勝の決勝で引き伸ばしてどうすんだネタをみたいな、そんなことで笑い取りまくって、なるほど、ね、で最後の方に営業じゃん、タッキーがネタねえどうするとか言って、うん、あれやるか、あれおあれじゃん、あの強いやつあれやろうぜ、うん、お前よおばあちゃんに声かけられる時よ嫌なことあるよなとか言って、うん、で西森さんが、うん、お前俺その振りでネタできねえよみたいなで面白いんだ、受けるんじゃないそれ絶対。いやで受けるでしょそれは。結構ネットでは衝撃が結構走ってんだよ、その芸人界は特に、うん、これ割になったみたいな、うん、で先行がマシンガンズさんで後攻がギャロップさんだ、うん、おギャロップさんどうすんだろう。ギャロップさんがギャロップさんはちゃんしっかりネタ作り込んできてんじゃないの。もうギャロップさんがやったのが、まあこれネタバレしてもいいと思うけどね、うん、あの見てください皆さん、見てない人、うんうん、6分だね持ち時間。ああ決勝6分で、の予選も6分かな1回戦から。すごいね。そう、それで確かに長かったもんな、ラテラン。ギャロップの林さんボケの方が、はいはい、みんなハゲすぎちゃうの人なんですけど、あの、はいはいはい、お前がハゲすぎやねん、はいはい、って言ってる方の人がモーリーっていう、あの毛が入ってるっていうのが、はい、ギャロップさん前ネタでやってたと思うんだけど、まあ、あれ面白い、よくできたけど、うん、ですごいの、うん、もうギャロップさんがやったネタが、うんうん、なんか林さんが最初普通に漫才入るんだけど、うん、漫談が熱くなっちゃって、うん、ずっと相方が止めてんのに止まんなくなるのよ。
で、ざわ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 5分やった後に、うん、6分目ぐらいで、うん、オチをかまして、うん、長いわっつって、うん、ボケ1個で、超拍手取るので、俺もめわすげえ笑っちゃって、でこあネタ、なんつうの、なんかね、うん、トレンドにツッコミなしっていうの入っちゃうの俺見た。あ、でもそんな感じかも。まあ最後に1回ツッコんだから、うん、でだからマシンガンズさんはもうネタねえって全部言って、アドリブで細かく笑い拾ってって、うん、ギャロップさんはもうちゃんとネタがあって、うん、あのちゃんと用意ちゃんと強いネタがあって、はいはいはい、でギャロップさんも3本目なんだけど、1本目2本目はそういうスタイルじゃないのよ、うん、なんかあのそんな6分振りにするとかじゃないの、はい、でちゃんとギャロップさんが勝って優勝したっていう。あ、そうなんだ。ですごいね。さらに言うと、それは見なきゃダメだね。予選、俺ごめんね、ちょっと昨日見てちゃんと調べずに言ってるからいろいろ間違うかもしれないけど、うん、三四郎が2本やったのよネタ。ほう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 。1回勝って2本目で負けるんだけど、マシンガンさんに負けたのか、うん、1本目誰に勝ったんだっけな、まあ、いやスピードワゴンさんに勝ってんだけど、すごいね。で三四郎は、うん、まあ俺ら昔事務所で一緒にお世話になってたよく見てた、うん、あのスタイルの今。あでさらに、いや期待値高いなこれは。小宮君が売れてるから、もう自分らのタレントとしての知名度も全部使うみたいな。あ、はい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 、感じで。だから要は反則を東京のインディーズに持ち込んだのは俺の知ってる限り三四郎なんですよ、うんうん、無名の頃の三四郎が反則しまくりっていうのは、うんうん、で俺ら反則の元祖だぞぐらいの感じでやりまくって、おっていうのがあって、それこそ前ここで喋ったけど、その流れ星の滝上さんが、うん、流れ星さんが三四郎に負けた時に、うん、ちゃんと大衆に受ける漫才俺らできるから寄せ呼んでくださいみたいな、滝上さんがその、うん、なんつうの、お笑いマニアすぎるんだよ客がみたいな。あ、はい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 、はい、それも漫才の中に全部入ってる三四郎は。あ、なるほどね。だからあ、もういいね、自称全部使って。ただね、ちょっとね、そのむずい人もいたと思う。あのその小宮くんのタレントとしての自称を使うから、まあ、まあ圧倒的有利だよね、武器としてはね、うん、だって小宮くんって別にそんなさ、まだビートたけしさんとかまで行ってないわけじゃん、全然いや、まあ、だからなんか生意気に見えました、まあまあ、でまだ嫌でした。まだで、まだそんなこと言わなかったので、だから、はい、これ L 歌舞伎が出たら、うん、L 歌舞伎はそういうことしないじゃない。え、要は、うん、時事ネタの事象から自分の考察とか入るけど、うん、いや俺聞いてよ俺この前さみたいなことってやるけど、うん、あんまりやんないから。あ、まあまあまあ、L 歌舞伎だったら優勝っていうのは納得しました、コメントの。いや気持ち悪い気持ち悪い。お前12分、うん、まあ、13分になるけど気持ち悪いこと言ったね。ギャロップさんは6分でしょ、俺13分で振りで最初こそ女相撲の話してるけど出れるかお前で。ああ、ただこれは別にこんなのずっと言ってるから言うけど、三四郎が俺らとかにそういう反則やっていいんだっていうのをみんなに、まああの当時のやつはそうなってんだろうね、勝手な憶測で言う。多分モグライダーとかみんなに影響を与えたのは三四郎で、うん、三四郎前がいるのかもしれないけど、うん、俺が知る限りは三四郎っていうのはまあそういう東京のインディーズ界の父みたいな。ああ何その何そのブッチャーさんみたいな。東京のインディーズ界の父です。何その兄ぐらいですか。ブッチャーさんの次はそんな感じ。ああ、コミーさんと。そう、コミーさんコミーさん。ああ、で、まあ、まあそういう感じで見てていろいろ思ったんだけど、はあ、で、まあ、今まで言ったのは本音であり半分冗談で、はい、じゃあ半分本気なのかよ。はい、半分本気っていうのは、はい、結局セカンドで今回全反則ありだったのよ。要は、はい、まあその見てもらったら分かるわ、その、うん、全反則から全正当化があるわけ、はい、でなった時に、例えばじゃあ別に見ながらさ、うん、出るかどうかも分かんないし、うん、予選通るかどうかも分かんないけど、一応やっぱりさ、もし自分がいたらって考えるわけなんですよ、はいはいはい、俺みたいなもんでも、はい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 、その時思ったのは、俺らが出場資格を得るのは多分2年後とかなんで、その時にはこの反則ムーブ、反則ムーブみたいのがのブームみたいのがなんかちょっと逆に寒いってなってる可能性も非常に高いわけ。まあそれはあるかもしれない。だから、ね、だからもう食い尽くされてる手の腹かもしれない。あとは俺らがもう今そんなにこうテレビの、なんだろう、昔やってた強いネタとか確かあるんだけど、そこら辺のネタってちょっと今、うんうん、なんつうの、それこそエンタの神様をいじるねみたいなネタがあるんだけど、
あれもその昔のエンタと今のエンタが違うから、はいはい、ちょっと受けが変わってきてたりとか。なるほど。だそういうのがこう2年でまた変わるから、うん、だからどう、だから意外とこれも8割冗談で言うけど、うん、M1 で言っちゃうかもしれない今年の。ん？ M1 がセカンド見て、うん、やべえそっち取られちゃうってなって、あ M1 もいやこれらもちょっと広げるかみたいになるのか、まあまあそれとも M1 と M1 とザ・セカンドはちゃんとその話し合いがあって、はいはい、あの住み分けしようってなるのか。これ審査員とかいたの？審査員が全部全員お客さん。なんかあれだって、あそうなんだ、やっぱそれはそうなんだ。であれ面白いのが松本さんが現場にいるのね、東野さんと松本さん。あいるんだ。で松本さんがアンバサダーみたいのでちょっとコメントを挟むから、うん、ちょっと面白いのはオンバトみたいにお客さんだけじゃないから松本さんのコメントとか影響されるわけじゃないんだけど、ちょうどいい厳しさとゆるさの審査だったような気がする。なんか変だなっていう審査はなかったかな。なるほど。オンバトあったじゃん、なんでこいつが玉入ってんだよみたいな。俺は永井秀和が見たかったんだよ今回みたいな、その敗者コメント、敗者コメントを見た時にね、なんでバナナマンが落ちてんだよみたいな。あったわけですよ昔ね、はいはい、安全な名前出してます、ね、完全にも安全な名前を出してなんで安全漫才が落ちてんだよといやいやいや、あなたね受かってる方言わないとこがちょっとずるいな。覚えてないもんその受かっててムカついたやつなんて。あそうですか。全く。そうですか。5番6番さんがギリギリ受かってる時嬉しかったの。ああれはね、ジーネタ見えるみたいな落ちなくて300台だよ。あるね、あるね。今5番6番さんはあったね。今タイタンさんのね、タイタンのマネージャーさん、あと18金さんとかね。あ見れるわ18金さんも。まあ好き嫌い若いから落ちたりしてたのかな。そう、そんとこまで圧倒的なっていう感じじゃなかった気がするな、うん、今回のマシンガンズさんの、ね、ああは俺 見た方がいいと思うよ、林くんも。ああ、はいはい、あのあ漫才ってもともとこういうのだよなっていうのをマシンガンズさんやってるね、うん、で、なんなら2本目のネタが俺ライブで見たことあるんだけど、ヤフー知恵袋でマシンガンズでエゴサしたら、うん、わけわかんない質問ばっかあんだよっつって、うん、ムカつくからプリントしてきたわっつって、うん、それを読み上げてって、うん、でその舞台から時計が見えるみたいなの、うん、デジタル時計、うん、でその順番に読み上げてって、うん、そろそろ5分40ぐらいってなったらタッキーが、うん、西森最後強いのいけっつって、うん、強いやつ読んで終わるっていう。あ面白いじゃん。でめちゃくちゃ面白いじゃん、まあ、寄せスタイルでね、うん、でまっちゃんが言ったのが、でもまっちゃんもブレてなくて嬉しかったのが、うん、三四郎対マシンガンズだったよそれが、うん、で、うん、いやマシンガンどうでしたかって聞かれて、うん、あの紙取り出したでしょっつって、うん、あれプロの審査員だったらあのちょっとあれかもしんないけど、うん、一般の審査員なんでそこ俺楽しみします。うーんっていうのは松本さんが昔ラジオでいい、ね、うん、紙を取り出して読む漫才師が気持ち悪いって話を深夜ラジオでしたのよ。お袋からの手紙みたいな、そういうやつね、結婚式 あのスピーチの練習とかってあったな。そういうその放送の次から、うん、チャイルドマシンさん手帳取り出さなくなったんだ、えー、俺多分そうだと思う、俺の予想。あの手紙を読むので有名だったじゃん、チャイマシさんね。チャイマシってやばい、チャイマさんね、うん、多分そうだね俺の見立てね。ほーごめんね間違ってたらコメントくれ、うん、あの 俺も笑いマニアだから、うん、一応っていうのがあって、うん、だからそこも面白い。そのでまっちゃんは一回マシンガンズあんま面白いと思わなかったみたいで、ああそうなんだ、マシンガンズにコメントもらった時に、うん、勝ち逆ちゃうってでマシンガンズが毎回噛みつくって。ああいいね。うんで、あ、はいはいはい、最後にコメントも取られる。すごくいい大会じゃない？で、いい大会っていうトレンドも入ってる。いや、俺はそういうごちゃっとしたのを見たいから。だから見てみて、あのね、TVer あの期限あるから。ああ、ちょっと、あすごい。それで、最後ギャロップさん対マシンガンさんになった時に、うん、まっちゃんが、うん、ギャロップすげえと、うん、で言ってて、うん、で、まマシンガンズを最初なんか金属、うん、なんか金属バットに勝ったのマシンガンズが。マシンガンズすごいじゃん。そうだそうだ、なんか小林君のツイッター上がってきたの。それで、うん、金属バットがなんかマシンガンズのコメントもらえないのに金属バットを褒めるコメントばっかしちゃって、うん、俺なのはみたいな最初そういう絡みだったのよ、うん、で最後ギャロップすごかったなっつって、うん、でまあ金属バットもみたいなマシンガンズってもう言わないわけよ。あ、まあ、でもさすがにかわいそうと思ったのが、うん、平場強そうよねだからいやちょっとマシンガンズさんまたテレビちょこちょこ見る機会がていうか早速ねもう夜中っていうか昨日今日でもラジオ2本ぐらい出てる。ああ本当に有吉さん土田さんっていう完全な完全なバードタード芸能バードタードじゃないですか芸能ワールド、はい、
なんだったらね、有吉さんのサンドリー出てるしな、ちょこちょこ。そうです。西尾さん、ね、西尾さんが確かね、ちょこちょこ、ね、安田さんと確か西尾さんだ。有吉さんが強いですよ。滝沢も来れたら来てくださいみたいな。あで俺ちょっとあんま追ってないからだけど、リプで滝沢さんデキン解かれたんですかみたいな解除師がいたから、うん、なんかそういう絡みがあったのか、あったのか。そうだよね、だって今日日曜日だから多分ゴミの回収とかもそのないはずなんで行かなかったとしたら何かしらあったと思う、はいはい、土日はね、なんかだからまあ土曜日はまだね朝あるから、うん、ただ行政の仕事もされてますからタッキーは。ああ、そっか。でもね、タッキー見て、タッキー行政言うな、行政の仕事してるとは思えないぐらいやべえから、あの人アドリブ滑ろうが関係あるかいみたいなもう達観してるな。お前みたいだったよ。えお前みたい。俺タッキーにすればな。おいちゃんと空気読んでると思う。いや、お前とタッ、俺タッキーっていうタッキーっていう、タッキールックスもいいしな今あそう肌綺麗になってきてね。どうすんの、徳積んでんじゃない、ゴミ拾って徳を積むってなんだよ。あ、でもそうなんだ。まあそんな感じかな。でね、過去配信で言ってるけど、うん、まあ旬だからね、ちょっとそのマシンガンズさんと俺らどういう関係かって少し喋っていこうかなって今ね、その今初めて聞いてる人もいるかもしれないからと思って、だその昔ヒール3っていうユニットを3組でやってて、やってましたね、スパローズさんとね。そう、スパローズさんとマシンガンで、スパローズさんもね、ザ・セカンド多分予選出て落ちてるだような、すいません出てなかったらごめんなさいで出てこれ困ったことに、うん、出て、なんつうの、あそこの場に名前見なかった人は、うん、変な意味、これ関係ないですか、はいはいはい、ちょっと逃げたって思われる人もいるよな。とか、あと16年以上やってるわけじゃん、うん、だからそれもあるかもしれないし、あとあれだよね、あのそれぞれのもうライフスタイル確立してて、うん、いや賞レースとかじゃないよなって話し合いを散々重ねたから、うん、いや M1 出れなくなったわけじゃん、うん、なんかそういうのもあるよね。だから一概にさ、出てないからやめてんだみたいなのは、うん、はちょっと違うんじゃないかな。大会とか、あれ大会とかで優勝したらダメなんだっけ、なんかしら一応そうなってる。どこまでなんだろうね。全国放送の賞レースらしいよ。あ、でも NHK 系のオンバトはもうダメだ。オンバトはいいんじゃない。だってグランドチャンピオン。え、オンバトはいいと思う。あの何それ。確か。え、わかんない。オンバトチャンピオン出て、オンバトチャンピオン出てないか。でもアンタッチャブルさん M1 も撮ってるもんな。撮ってる撮ってる。じゃあオンバトチャンピオンがごめん一瞬思い出せないけど、漫才師。漫才師。ハリガネロックさんも解散してるしな。解散してる。でもそうか、うん、松岡さんも優勝してるし。そうだね、結構いるか、うん、で、なんか爆笑さんがルートさんか、ルートさん2回優勝してるね、うん、爆笑さんがなんか、うん、富士の偉い人に出ちゃダメって何回か言ったらしいよ。ガハーキング、あー、でもなんか予選のスケジュール取れないみたいな感じで、うん、もう年間すげー待ってんだって爆笑さん。だからで、なんか何だっけな、なんか濁されたみたいな、なんかネットニュースで見たけどね。わかんないよ、冗談で言ったのか、うん、出た、うん、わかんない。いや、出てね、その結果の後のラジオ聞きたいけどな。あー、すげー聞きたいけどね。でもこの前あれらしいよ、あのツイッター持ってきてる K プロのめちゃくちゃ入るやつの鳥で出てきて、うん、すげーかっさらってたらしいよ、笑い。あ、そうなんだ。すごいよね、やっぱすごいね。へー、そう、その、まあ、ヒール3っていうので一緒だったんで、3組でね、うん、あれがね、2010何年だろうな、まあ、13、4年か、俺がゴッドタンでとんがってる芸人1位で出て、うん、これも散々話したけど、でその時にさ、小宮君とルシファー吉岡さんと、うん、まあ、三四郎というルシファー吉岡とエル歌舞伎は3組が出るわけじゃん、はいはいはい、俺らがとんがってる芸人1位、うん、天才だと芸人が認めてる芸人1位が三四郎、うん、花がないけど実力ある芸人が1位がルシファーさん、ルシファーさんね、で吉本の芸人さんとかも他の分野でいて、見事ね、声の仕事しかしてないですからね誰、ルシファーさんはね失礼なもんだよね。ナレーションやってるよね。ナレーションやってるからね。あれもやってる、 R1 準決勝の審査員もやってる裏方だけどひどいな。でもペン持ってますからね。それであんな5回ぐらい出てる人ないぞR1 で。松倉さんが6回出るから松本クラブさん困ったもんだよ。それで、うん、ゴッドタンで僕がとんがってる芸人1位みたいなの出てから、はい、いわゆるその K プロさんってでっかいライブ団体が僕をすごい使ってくれるなった、僕たちをね、はいはいはい、でそれでまあヒール3につながるんだけど、うん、それで言うとゴッドタンで小宮君が売れたじゃない、はい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 、昨日だから漫才の中にそのくだりも入ってて、ああもう足折った時だよね、あれ。そう、あれ、それでなんかどういうくだりか忘れたけど、うん、何々で売れた人ですよねってボケに対して、うん、俺歯折れて売れた人だわ、歯抜けて売れた人だわって言ってて、ああ、はい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 、だから、まあ、
受けてんだよ、テクニックあるから、うん、でもさ正直それ今の人知らないでしょ。いやどうなの、まあどうだろうね、最近の人見てんのかな、過去動画とかであるんじゃない、知らん、いやちょっと聞いてくれよ。俺さお前に言ったか分かんないけど、うん、この俺らみたいなもんでもさライブ呼んでもらって鳥で出るとかあるじゃん、今だにありがたいけど、はい、この前ライブ出たコトラっていう吉本の若手のさ、ニューヨークチャンネルでバズったモンスターがいいんだけど、コトラのライブ出てさ、あのドイツ人と組んでる誰あのフランスのミスタービンだっけコトラの片方がフランス、はい、イタリアの脳みそっていう、あのそうイタリアの脳みそだでボケの子をあのあツッコミの子か、ツッコミの子をあの、うん、ダンプ松本の甥っ子って誰が分かんないコトラ検索してみたいな、あれ面白いよな、いいよね、まあ、俺関根さんの笑っていいと見て育ってるからあだ名つける、あれ、ね、とんでもない話されてましたよね。ね、そうそれでイタリア、はい、いやだからね、その小宮が歯折れたっていうネタにしてんのも見て、だそういうのもあって、うん、あ全部ありじゃんって思ったのは、うん、あれ要はね番組出たの9年前10年前なわけよ、2014とかなわけで、でねこれ さっきの話続けるじゃん、うん、じゃあこれ全員が知ってる前提なのか、小宮も当然売れ続けてるからさ、うん、あのでテクニックもあるから受けたのはいいんだけど、うん、俺がこの前その琴のライブの鳥で、うん、なんかアドリブでパッと行くときに、うん、聞いてくれよお前らっつって、うん、俺はこのトタンでとんがってる芸人1位で出たことあんだぜみたいな、うん、なんかなぜかそんな普段言ったことない急に言ったのね、はい、でそうですっけ、で言ったし、はい、後に、はい、てかあれ10年前かい引くわ、うん、みたいな、あああったそのくだりはあった、で帰りに、うん、スタッフのお姉さんに何て言われたとか、何ゴッドタウン多分子供の頃見てましたって言われたの、はい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 、っていうことじゃん、子供の頃見た気がしますって言われたわけよ、そうだね、だそのゴッドタウンのそのターンに関してはそんぐらいの記憶なわけじゃん、まあまあそうなるわな、それはそうなる、もちろん小宮君そっから売れ続けたから歯折れてるエピソードもレアジオで喋ってるかもしれないし、だけどそんぐらいの記憶のことを別に喋ってさらに自分のこと、うん、で M1 ってさ結構ドキュメンタリーダメみたいなあるじゃん、あるね、うん、あの説で説としてはね、あるね、だからそういう意味でもあと目の前のものとかね、その事象とかはまあちょっと減点対象って噂がねあるよね、うん、だからそのさっき言ったマシンガンズの三四郎もやってるわけじゃん、うん、だからまあ一つね、うん、あまあこんなこと言ったら恥ずかしいなと思うのはギャロップさんどっちでも通用するあれで優勝しちゃったってあるんだけどギャロップすごい、うん、いい大会とかじゃなくてあのすごい人はすごい、すごい人ただギャロップさんはすごい、えギャロップさんってあれ M1 決勝とか出てるよね、一回出たんだけど出てるよね確かね、だこれごめんね脱線しまくるけど、これもねセカンドの1本目か2本目でやったネタが、うん、まあ要はハゲてることをに対して今後どうしていけばいいかみたいな、今後どうするの、まあ、ちょっとこう言い方あれかもしれないけど間違ってるかもしれないけど、うん、あのブラマヨさん悩みでどんどん話が脱線しておかしくなっていくみたいな、 あるじゃん、はいはい、あのなんかクマと鮭だけ今だになんか覚えてるなああいう系というとあれだけど、うん、2人がどうでもいいことで言い合ってったら話がとんでもないところに行くみたいな、うん、その何の話やってみたいな面白さのやつだったわけよ、うんうんうん、でこれもね M1 の決勝行った時のギャロップさんって、うん、ハゲネタをずっとやってたんだけど、うんうんうん、M1 がルッキズムとかでちょっと厳しくなったから、うん、ハゲネタをちょっとこう変化させてやんなきゃいけなくなっちゃったのギャロップさんが、あそんなことあったんだ、で決勝でやったネタが、うんうん、ちゃんと覚えないけど合コンでのネタだったんだけど、うん、そのハゲいじりみたいのもちょっとこう変化入れて、うん、要はストレートにやってた時受けてたんだけど、で上沼恵美子さんに怒られるわけ、上さんに、はい、なんでそんな自虐してもっと自信持って、そんな汚いわ女みたいな、 なんで追い打ちかけんのなんで追い打ちをかけんのそんなだった気がするんだよ、で俺からしたら俺はお笑いマニアですよ、うん、違うんだよ神と、うん、いやギャロップさんもともと超ウケるし、うん、超面白いんだけど予選であんまできなくなっちゃったで、ね、今回のセカンド、はい、ギャロップさん1本目もハゲネタだけでいったわけだから、だからこれがセカンドが割と何でもありの、まあ今回に関してよ、うん、やりっていう雰囲気がすごい高いと、なるほどね、いうこと、まあでも結構浮かぶでしょ情景は、どう見てなくても、まあ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 分かる分かる、でもねどういう風に次のなんつうの大会概要がなってるのか気になるね、変わらないのか、それでも予選であれなんかちょっと前行けたような感じのやつが落ちていくのかとかね、いろいろ気になるね、一個あるのは今年の今でも懸念されてるんだけど、うん、ウエストランドが優勝したから、うん、要は側を壊すやつばっかになる可能性があるから、うん、そうすると正統派の方が受ける可能性があるよね客席から、あの、はいはい、また
またなんか賞レースの悪口言ってるよみたいなさ。はい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 クイズネタ、ね、クイズネタね。ここは題材は被るか分かんないけど、まあいわゆるその文句というかさ、うん、偏見とか、はあ、あと昨日三四郎のネタの中でキングオブコメディってワードが出て、トレンドでキングオブコメディが入ったりして、うん、だ要はそのなんていうタブーとか、うん、まあ割とそのまああとね、なんで俺らがいけるかっていう可能性あるかというと、うん、あれなんだよ、あの時事ネタ一組もいなかったね昨日。ああなるほど。で、はい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 、ウーマンさんがザ漫才結構重宝されてるわけじゃん。あ、通ったな、はいはい、だからもしセカンドで時事ネタですげえ面白い人が出ないまま2年後来ればまだチャンスで、ウーマンさんとかにもチャンス与えてる番組の、テレビ局なわけでしょ。はいはい。だからそのせ要はあんな、うん、あ言ってること割とね、そこまでね、うん、我々はその偏ってもいないですまるで村本さんが偏ってるあんな偏ることはしないと思うんでいやいやパラダイスさんも行かれてますけどね、はい、なのでまあありなんだろうチャンスはあるかなみたいのは、はい、漠然とよ。漠然とね。その時に出てないかもしれないし、あのまあ、はいはい、それは俺らも変わるから、はいはい、でセカンドも続くかどうかって決まってないだろうし、そうだね、もしかしたらもう今年で終わりかもしれないからね。それは全然ある言えるよね、まあ、全然全然そのセカンドって名前はねまた掛けるってちょっとルール整備されたら終わりだからね。そうそうそう。ちょめちょめクラブの大島くんが余計なことすればいいさ、コンテンツ全部未到大生。何いやセカンドのこの自由な雰囲気の大会が素晴らしいから、うん、これは もしかしたら、うん、毎年やりますとかじゃなくて、うん、もうフラッと気が向いた時にやりますぐらいにした方がこの大会の雰囲気は保たれるのかもしれないみたいな、うん、あはいはい、いやいや俺らはちょっとあのまだ出なきゃいけないかもしれないから やめてみたいな。そういう大島君みたいなことを言うやつは大人が生意気だって潰すの大丈夫です本当大丈夫です。あいつでもなんか潰されない系の5時に夢中とか出てるけどあのなんか隙間のとこに行ってる大丈夫いや窓の外にお前立場で正しく食うかもよ。いやいつの5時に夢中だよマツコさんがねやつの時のありましたけど、っていう感じかな。ごめん俺ごめんあれかな、最初に振ったこと言ってなかったらコメントください。あのなんか喋ってるとは思う。あとねあさ、まあ、マシンガンさん脱線してたから、ね、うん、知ってました。はい。あとマシンガンさんの、うん、これもすげえ面白い話だと思うんだけど、うん、錦鯉さんが売れる前に、うん、ライブでお話しした時に、うん、錦鯉さんがライブ出まくってて、はい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 、これ記憶違いかもしれないけど直接聞いたのかな、うん、マシンガンさんとこの前会った時に、うん、そんなライブ出てんのって聞かれて、はいはい、そんな出なくていいんじゃないって言われたって。あ、そうで錦鯉さんは、うん、鍛えに鍛え上げた50歳のアスリート、はいはい、サスケのレジェンドの人みたいな感じで、はいはいはい、M1 で優勝する強度がありますから、ね、わけじゃん、はい、でマシンガンズさんは、はい、昨日やったのはまさにそうで、うん、ライブとかもう一緒そんなっていうまま面白い肩の力が抜けた状態で、うん、まさにそうです。行ったとそうなの、うん、だからこれって面白いなっていうか、はいはいはい、あのマシンガンズさんみたいなこと言うと普通ね、うん、なんかあれじゃないなんかいやもう、マシンガンさんみたいなことを例えば後輩芸人とか聞いたら今は違うかもしれない、はいはいはい、誰も参考にしなかったと思う。そうだね本当に。あと腐ったなこの先輩と。あと俺も謝らせてほしいのはマシンガンさんのラジオ聞いた時に、うん、何年か前の、うん、その時に俺たちさよくやったよなっていう、はあ、そんなに素養もねえのにさ、うん、いろいろ出たじゃんよくやったよ俺たちみたいな二人でなんか慰め合ってたの時に、はい、ごめんね俺何年か前の俺は思った、うん、出せよと何投げてんだよって思ったら、うん、昨日その雰囲気で面白かったから勉強不足だなまだまだ。そうだね。いや貫いたら何でも面白いんだな。まあだから勉強なるわお笑いの形っていうのはもうねなんかいやだから知らないうちに俺らしつけられてんだよ。そうだな。てか自分の中で思ったでしょ昨日もライブ出る時に横並んでみたら俺ら以外全員スーツ着てると。そうだったねあの昨日のライブね。そうそう全員スーツ着てると。まあちょっと MC のやつはちょっとおかしいやつだったんで、はいはいはい、虹の黄昏だけは裸だったという、はい、のはいるんですけど基本全員でその時俺ねその時舞台上で、はいはい、みんなスーツじゃんって言ったら一人が誰か、うん、多分小さい声でちょっと聞こえたのに、いや普通スーツじゃないですかって。あ言われた言われた。なんか俺がでもそれがあったから俺やと思って。俺が舞台降りて青木のカタログみたいだねみたいな あれその流れで言ったんだ俺の
その流れというか、まあ、なんていうの、ノリさん見て勉強してきてる。いや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 、青木のカタログみたいな、言いそうじゃん。ちょっとお前グランドフィナーレ見ただけだグランドフィナーレの流れで単純に客席の方に降りてってそこから喋ってるだけだろ。そしたら林君言われたかもしれないけど、俺も言われた、そのいやスーツじゃない方が珍しいんですよ今って言われて、うん、でもまあそういう流れはあるから常に、ね、そうそうそう、多分あまり、うん、こだわりとかじゃなくてそういうもんだなだけでやってる人ってたくさんいると思う、まあ、でもね、でも俺も売れようと思ってやっぱネクタイ締めた時期あるので、うん、あのでみんな若い子もいるしね、まあまあ、それはもういろいろあると思いますわ、そこに関しては、まあ、意図があるかないかだな、 そうだね、そこはあった方がいいんだよな、ということでね、はい、やばいな、これ喋ること無限にあるな、あれだ、切ろうか、ね、今週実はねレジェンドといっぱいあったじゃないですか、ライブで、はい、でその話はもう全部長くなるんで、はい、それ長くなる、来週やるか、はい、来週ね、なんとですね、俺の記憶ね、はい、多分長野さんと初めてライブで一緒になったと思う。あ、これは僕も記憶たどったら、うん、多分初めてです。っていうのはここで、このチャンネルで喋ったことありますが、テレビ局とかで会ったことは何回かあるんですよ、うん、収録とか収録前説の時とかね。俺一番最初には、はい、2つあって、はいはい、千葉のアウトレットのモールのやつか、はいはい、もう1つがお台場冒険王の、はいはい、のなんか外の舞台かなんかで会ってんですよ、はいはい、でその時に長野さんちょっとまだ髪長く、はいはい、まっすぐに、はいはい、まだトリートメントしっかりしてる時で、はい、でサングラス持ってたから、はい、三浦純みたいですねって言ったら、そのままその三浦純ですってやって、俺それをすげえ覚えてんのいやすごいよな、俺それ覚えてんのよ。でその時にスタッフさんに天才っていう風にいじられてる時の長野さん、まだそのテレビでバーンって出る場合だから、そういう接点が結構ちょろちょろあったんだけど、うん、おそらくで楽屋も来られて若手の子ばっかだったから、長野さんもなんか俺らを知ってるみたいな感じで俺らとばっか喋るんだけど、うん、かといってライブで一緒になるの初めてなんじゃねえかっていう、そうそうそう、で会ったこちゃんと喋会ったことあるの5回ぐらいじゃねえの、そうだと思 う, そんなだと思う。いやだからみんなにさわーっと喋ってんのかなと思ったら、まあね、喋ってる人もいたけど、うん、俺最初にこの間会った時一発目に先生って言われたもんなんだなんだよと思って、そうね、だってあれってでも他もそれ先生って感じで頼んでねえな、その日はそうだったね、おう、うん、まあなんかねテンション上がってもらったんだったら全然ありがたいですから、うん、そうだね、うん、長野さんとかあと今週あったのチェリー吉武さん、ギネス記録保持者、昨日ですかね、まあまあこれはねちょっといろいろあったんで、あとは48歳の3人組ライオンヘッド面白いっすよ、あの見た目がもういかつすぎるんで、まあまあ3人はねチーマーなんですけどっていう時の返しが、うん、いやちげえチーマー1人だけだから元だから1人いたらダメなんだよチーマーハセだけだから、まあ、長谷さんっていうね。じゃあ次回はもうこの話で、うん、サムネはもうライオンヘッドさんの写真でボンと載っけてみましょう。もうね優しいんでね絶対許してくれます、はい、あとちょっと前にあるんですけどあったのはヨウジさんっていうね、あ、ヨウジさんね、はい、はい、これは漫談レジェンドのライブの本当にレジェンドにばっかりいました、ね、マジで何歳なんだろうヨウジさんって、十何年前からライブで一緒だからね、で俺の中でずっと40歳で止まってるね。ヨウジさん老けないしね、老けない、怖いよ、いやマジでジャニーズかっていうぐらい老けないあの人ジャニーズだぜ、とかといって老けてるんだけどね、あの初めて会った時からだってあの人30年以上やってるはずでしょ、うん、だって俺がこっち来た時でももう十何年やってるとかなんか聞いて言ってたぞ、あのエル歌舞伎結成最初の頃ぐらいに中野芸能将棋場出た時に俺らが司会でゲストがザブングルさん、ゲストじゃねえ、ネタ試しに来たのザブングルさん、 M1 前で、そうだったかな、でエントリー組というか普通の出場者組でヨウジさんがいて、でザブングルさんだけ楽屋使ってて、うん、で舞台上でヨウジさんに気づいたザブングルさんが、うん、あ、ヨウジさんって一番だからレジェンド、あれってなってる、うん、序列が分かんなくなる、うん、それまでザブングルさんが試したいのに若手が客呼ばないからみんな次から一組二人呼んでみたいな、なんかそういうやってたのに、そうそう、ね、あ、ヨウジさんいや、もうね、すごい人たちがたくさんいますんでね、そうですね、はい、じゃあ一個だけごめんなさい、コメント拾わせてください、あのね前に、はい、先週コメント拾ったやつなんだよな、はい、その人、何を拾ったんですか、配信ありがとうございます、滝上さんの話も聞きたいですって書いてくれた方が、はい、流れ星の滝上さんの、うん、
ザ・セカンドの、うん、その三四郎との構想みたいのがあって、はい、騒動、はい、でそれは正直予選の配信は僕買ってまで見てないので、うん、ネットニュースとかでいっぱい追って調べて喋ったところを返信をいただきました。うん、滝上、ローマ字で滝上かっこ現滝上、もういいよ今はひらがなで滝上、いい文字数もったいないことすんなよ、最初漢字だったんです、ローマ字今ひらがな、してるしてるしてる、滝上さんの話ありがとうございます。はい、ニッチ論争がいる歌舞伎に重なると思いました。ニッチロー、ニッチ…違います、違います、ニッチローで論争しないです、我々は。ニッチローでもニッチェでもないです、ニッチ論争だから、なんかの広告でニッチローさん使ってんだけど、俺これはありなのかっていうもんなんだよな。ニッチローに見えるだろ、これは。俺はちょっと面白かったけど、矢沢永吉のモノマネ芸人のさ、なんかあったよね、あの…なんか…忘れちゃった、なんか…こんな記憶で喋っちゃいけないことだと思うんだけど、うん、なんか訴えられたみたいな、なかった喋るんだよ、なかったそんな記憶で言うなおい、本人に訴えられたみたいな、なかった、こっちが A ちゃんに来られるかもしれない、いっぱいいるからいいだろ、矢沢さんに、矢沢さんにやられるかもしれないどの矢沢さんかは知らないけど、どっかの矢沢さんが来るかもしれないから、なんか、あ、なるほどね、うん、滝上さんの話ありがとうございます。リッチ論争がいるかに重なると思いました。ああ、これもう散々言ってますけど、さっき言ったような三四郎がお笑いライブファンしか分かんないかもしれないぐらいのことを、はい、テクニックとか小宮君の面白い感じでもう爆笑にしちゃうっていう、はい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 、っていうのが、まあ、常にね、そのネタ見せダメ出しとか芸人さんの先輩とかには芸人さんの名前で笑い取るのはどうかなっていうのはもう必ずずっとある議題ですね。はいはい、それをイルカ武器に重ねてくれたんですよ、この方が、はいはいはい、審査方式次第で三四郎のああいうネタが、流れ星のああいうネタに勝って全国区の賞レースの決勝にも行けるんだなと思いました、という、これまさに決勝全部がそういうマシンガンさんとかのさっきの話が、はい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 、繋がる ね、 ね、だって松本さんにいじられた話で最初のツッコミ1分ぐらいやってるからね、マシンガンさん毎回3本とも、いやすごいよね、予選の時も茅場町ってとこでやったんで予選、うん、そしたらこんなとこにお前ら普段来ねえだろみたいな中野だろみたいな、なんか文字で見たけどね、多分あれなのかな、松本さんもあれなのかな、なんか返すからお題みたいな感じで振ってたのかな、そういうののもあったと思うし、ね、あと俺もダウンタウンファン長いから言っていい、うん、本当にあんま流儀としてはなかったんだと思うでそれが良かった、久々に石格闘見たわ、なるほどね、まあそうなると M1 とか審査しようもないあれになりますよね、その予選でも難しいと思うよ、だから住み分けをしっかりするっていうこの可能方向にも行きそうな気がするんだよね、うん、M1 はこ う、 いやう、セカンドはこうみたいな、うん、いやそれはただ逆もちょっとあるかなっていう、そのいやちょっと もし敵あるんだよ、あの同じ曲でやってるお笑い番組でも、うん、班が違うからすげえ仲悪いとかって話あるじゃん、あるある聞く聞く、だからもしセカンドと M1 が仲悪かったらもう取り合いですよ、あちなあそうだな、制作会社とりあえず調べてもだ、漫才で俺言うわ今年 M1 で、何お前ら通さなかったらセカンド持ってくぞこのネタっつってああそうなるか、これここで言ってってももう一回来ても面白いと思うやってもいいかもな、面白いでしょ、あ、今度やってもだからそういうのは、そしたらさネットでエゴさしたらさ、なんかマシンガンズの影響を受けてる人がいたみたいな感じじゃない、いやもうあれだ、もうセカンドの調整に入ってるもうファームだと思ってるやつがいる、そうだな、 M1 のことをファームだと思ってるやつがいるって、そうだな、あ、投げ込みでしょもう、そうだね、もう 肩ぶっ壊れるまでとりあえず M1 で投げれるは投げて、そうです、ごめんごめん、あれだ、俺ヒール3でマシンガンさんといろいろあったっていう話を、うん、まあ、ちょっと今度また機会あったじゃん、あしようか、そうですね、うん、はい、まあ、いっぱい俺らも絡みが、てかマシンガンさんは本当に素晴らしい先輩はい、はい、珍しくね他事務所でちゃんと怒ってくれた先輩の一人かな、あーでもなんか言われたね、K プロさんライブで俺らだけ集客できなくて、うん、で俺もなんか尖っちゃってたからさ、うん、エル歌舞伎さんもっと集客できてくれたらいいんですけど、うん、いや俺そんなためにやってないですよ、うん、どう考えてもおかしいじゃん今考えてもそんなためにやってない、 で一緒に舞台行く途中で、はい、西堀さんが誰にも聞こえない通路を見つけて、うん、お前のためだとこそういうとこだよまとも西堀さんはまともな人だ、怒り方の声のトーンがさ誰も傷つかない誰も傷つけない、あいつらなんじゃねえかマシンガンズと言ってるけどなるほどね、で去年か一昨年にタッキーと再会したみたいなもんだよね、あ、はい、覚えてるでしょ、あの林くん写真撮ってもらった、はいはい、タッキーって言うんだったら
タッキーって言うなよ。お前じゃ見ろセカンド、タッキーって言うぐらい肌綺麗だから分かったでしょ、うん。まあそんなとこごめんなさい、ちょっとだらだら長くなったんですけど、はい、話してほしいこととかねあったらコメントくれたら、はい、そこでまた喋りたいと思います。お願いします。そのとこはな、まあ、あの告知もろもろ概要欄にあるんでライブ等来てください。お願いします。といったところでまたお聞きなさい。また。